できること全部見せる。まあ、今ショルツ選手の名前出ましたけども、今その試合を控えて体調の方っていうのはどんな感じですか？あ、すごいいい感じですね。全然いい感じ。まあ前のその試合があるから今回もその、まあ、いきなりランキング上位の選手になったわけですけど、はい、それについては今回のこの相手についてはどう思ってらっしゃる？まあランキングは全然気にしてないね。まあ、とりあえず選手一試合一試合考えて、あの選手としても考えて、彼のあのスタイルとか彼の何を持ってくるか、そういう試合、まあ、試合だけ考えてるね。そういう感じで。ショルツ選手をどういう選手だと評価してますか？あ、ショルツ選手はすごいフィジカルね、あの力強い。いつもボクシングで大きいパンチでいく選手で、ね、KO パンチ狙ってるみたい、うん、そうだね、それぐらいかな。まあ、ガイ選手はレスリングは相当強いし、はい、まあ、パンチもあるんですけど、うん、ご自分とはどういう試合になるっていう感じありますか、今回は？そうですね、なんか今回は多分そういうテクニックとか僕は技とかテクニカルのちょっと上手いところを見せたので、でジョン・ショレズについてこらないようにペース上げて試合したいなと思います。そのスタミナとか全部見つかって、その総合力を使って試合やりたいですね。で、相手のショレズ選手、まあ、この間タイトルマッチでは負けたんですけど、はい、そうですね、まあ、タイトルマッチまで経験している選手ですから。あ、そうですね。でも全然大したもんじゃないと思います。まあ、ジョン・ショレスとやって、まあ、次も自分もタイトルマッチがあったらいいなと思います。まあ、ファンカスは今、世界標準という言葉で今、スローガンに掲げてるんですけど、うん、はい、まあ、その試合が見れるんじゃないかという注目もあるんですが、それについては。絶対見えますよ、見に来たら。僕の試合だったら見えますよ。ショレス選手の怖いところみたいな。あ、すみません。ショレス選手の怖いところとかって。あ、まあ怖いというか、それ気をつけないといけないところはね、その大きいパンチとか、そういう力とか、それ負けないように。それでちょっと自分の動きがちゃんと動いて、うん、まあね、だから怖がったらちょっとあまり試合できなくなるので、怖がるよりなんかそういう気をつける、自分のベストを持っていく。スピードを取り上げて勝負したんですか？全部で勝負します。スピードとか僕のテクニックとか、僕の方が経験があると思うし、それも使って。パワーでも負けないですか？パワー負けないです。あ、でも全部でも勝った。はい、そうですね。まあ、一番はあの心だね。ガーシア。それが一番だと思います。前回の試合の時からショレス選手とやりたいというふうにおっしゃってたんですけど、そういうふうに思い始めたのはいつ頃で、どういうきっかけだったんですか？あ、ジョン・ショレスと出て、はい、まあ、あの最初からなんかパンクラス試合できるような感じになったら、すごい、まあ、ジョン・ショレスとか福見選手も、こういう選手たちとかやりたいなと思って、まあ、そうですね。で、そのタイトルマッチ見て、まあ、ジョン・ショレス負けたんだけど、その、ね、次のチャンスがジョン・ショレスになって、それは、これでもよかったので、そういう試合して、ね、次に構えて。でもここで勝って、次はタイトルマッチをこの人のアピールしたぐらい。お願いします。タイトルマッチお願いします。まあ、でも、とりあえず、まず、はい、パンクラスに、はい、まあ、改めてこう、まあ、会見はやったんですけど、はい、出るっていうその心境、はい、今の心境をお聞かせください。はい、そうですね、あの、特
久しぶりの、まあ、ファンクラスに出させていただくのももちろんですけども、久しぶりの試合ということで、まあ、ちょっと、まあ、緊張というわけじゃないですけど、そういうのもあるんですけど、それ以上にちょっとワクワクしていて、早く、まあ、ちょっと試合当日まで頑張っていきたいなという気持ちが、高まってます。最後の試合は慶太郎選手そう、去年の9月の終わりの慶太郎選手なので、だいぶちょっと空いてしまったようですけど、はい、あの会心の裸締めの勝利の後から試合してない、はい、まあ、ちょっと今回、はい、現役の首藤者がファンクラスっていうのは、はいはい、おそらく初めてですね、はい、初めてのことで、はい、まあ、ちょっと、はい、まあ、すごいなということなんですけど、ご自分ではその辺っていうのはどういうふうに認識というか、はい、違うのか。ファンクラスの王者の方はシュートに回ってたんで、その逆があっても全然いいなと思ってたんで、それ で今回もベルトを持っていたので、いきなり大竜選手のような強い選手とやらせていただけるっていうことができたと思うので、本当に ありがたいと思います。ちょっとこう、はい、まあ、格闘技ファン、ファンクラスファンをものすごい楽しみにしてます。ありがとうございます。どんな試合にまずご自分で見せたいですか？はい、やっぱり一本 KO を取る試合をしたいとは思ってます。ただまあ、オール選手もそれタフな選手なんで、やっぱりタフな試合になるっていうのは分かっているので、そこをもう気持ちの戦いだと思うので、そこがガッツマンとして負けられないところなので、そこで勝負していきたいなと思ってます。特にオーリー選手のどの辺を警戒するっていう、そうですね、穴がない選手で、本当に全部警戒しないといけないんですけど、やっぱり、こうファーストインパクトっていうんですか、その最初の、最初ですね、最初、打撃も速くてうまいんで、その辺に気をつけて、あとは、まあ、お互いにちょっといいとこ出して、最後勝つようなイメージでやっていきたいなと思います。はい、まあ、試合自体もセミファイナルになったので、はい、で、まあ、先日、ウエルター級のタイトルマッチがまた9月に行われるという発表があったので、はいはい、その辺も多分こう、見え隠れするこの試合なんですけど、その辺は意識しながらと。タイトルマッチが決まったっていうのはニュースというかでは、すぐチェックしたんですけども、まあ、それよりもまずはです、ね、ランキングにも入ってますし、大竜選手に勝つことが第一歩だと思ってます。はい、あと勝つのというもう、はい、三内選手、はい、でこの間のベルモ選手とか、はい、ファンクラスです、すごいこうインパクトにある勝ち方して、はい、その辺、はい、船野選手も、はい、まあ2人とも強い相手に対してインパクトのある試合をしているという、うん、なので自分もその流れに乗っていい試合、インパクトのある試合をしたいと思います。一年間のお休みを知ったんですけど、はい、練習と続けられたんですか？そうですね、練習は、休まずにやっていたんですけども、ちょっと体重が増えてしまったんですけども、きちんと、そうですね、練習は休まずにきちんと作ってたんで、その辺は心配がないです。はい。自分の中で試合をやらなかったという理由はあるんですか？はい。ちょっと、なかなかちょっと自分としては、世界戦、シュートの方の世界戦をやりたいなとは思っていたんですけども、なかなか今、空位ということもありまして、でブラジルの人が、ブラジルの選手が前に来て、その辺はちょっと詳しくあるんですけど、その辺でうまく試合が決まらなかったのかなと思って、はい、ちょっと今までちょっと待ちだったんですけども、今回は待っててもしょうがないなと、ちょっとまあ、ちょっと時間がかかってしまったんですけども、そういうふうに自分の中で、それで桜先生とも相談して、ファンクラスの方に出させていただくというふうになりました。
スの、はい、そのずっと見てるファンとか、はい、その選手からすると、はい、こうなんか外敵がこう来たみたいな、そういう違うかもしれない、はい、その辺とかどうですか。そうですね、まあそういうふうに思っていただけるなら、やっぱりあの外敵としてやっぱり強くないとダメだと思うので、ちょっとそういうインパクトを残せるように、ちょっと、まあ、残り短いですけど体をきちんと作って試合に備えたいと思います。ちょっとパンクラスマットを荒らしちゃうぐらいの勢いですね。そんな感じなんで、そうですね、あのもう、2人はもうかなりインパクト残しているので、ちょっと3人目の資格として頑張っていきたいです。オール戦に向けて特にここを強化してきたとか、はい、特別やってきたことっていうのはありますか。そうですね、あの、まあ、今まだ、まあ、その最中という感じなんですけども、やっぱりあのオール選手はあの打撃が甘くて、でサウスポーということ でサウスポーの対策を、そうですね、だからもう本当に自分の中では慶太郎選手と同格だとは思っているので、前回と同じようにきちんと準備してやりたいと思います。いや、もう残り少ないですけど、あと最後の試合ですね、やっていきたいと思っています。なんかちょっと失礼な言い方かもしれないんですけど、はい、こうなんかニコニコされてて、はい、なんかあまり資格とか敵っていうイメージではないんですけど、そういうのって試合になるとこう出てくるものですか。まあ、ちょっとリングに上がったら多分顔つきが変わると思うんで、その辺もちょっといただければと思うんですけども、まあ、その温かく受け入れてもらえるんだったらそれはそれで嬉しいんですけども、とりあえず今回は資格として頑張ります。